え、カブカブだ。え、まあまあまあ、え、そう、嘘、みんなもご存知、渋谷道玄坂のカブカフェだ。いや、カブカフェだ。こっちはタイプがいろいろ並んでるところで、カフェに開けると素敵、素敵、かわいよ。ちっちゃいのは初めて見た。結構でかいのはね、あるけど。子供用のこれめっちゃ欲しいな。これ見て、これめっちゃ可愛くない、このキツネ。可愛い。めっちゃ欲しい。いいな。子供がもし生きることがあれば、こういうのをつけたい。上につけて。可愛い。そうだね。手芸用。買う。手芸用。え、めっちゃ可愛いじゃん。はい、買います。あ、でもこういうリースとかのもなる。あ、本当だね。買います。あ、本当だ。あ、作れるってことなんだ。そうなんだね。いいね。あら、え、ハリネズミも買えたの。これいくらなの、教えて。私無尽蔵に買っちゃう。そういう時は大人だからさ、色によって値段が違うかも。ピンク45。安いね。安いね。200円くらいってこと。私500円くらいするの。安い。あの寝てる雲欲しい。あ、これだ。はい、これはセットだ。セットだね。セットに入ってた。黄色100でしょ。これってだって300、うん、400円しないの。安い。安い。買う。キツネさん、フェルトもいるよ。フェルトキツネ。なんだこれ、ちょっと待って、どうする、買うぞ。もういい。これの、あ、これはこれなのね。そう、そうなんだよ。そう、いいの、いいの、ちょうどいいなみたいな、ね。まあ、ちょっとした小物入れでいいな。あら、ちゃんと紫選んでる。はい、じゃあこちらです。反対側に、うん、でも反対側につけたらさ、結構買えるよね。ミサピンクは、ミサピンクはって、あれ、これかわいい。これすごくない？自分で好きな顔に見るってことだよね。かわいい。あ、すごい、ラメラメが、ラメラメゴージャス、ラメラメゴージャス。これにピンクの桃をつけようか。このラメラメゴージャスやばい。そう、そう、ミサピンク、ミサピンク可愛いと思ったけど、このラメラメゴージャスにピンクの小物を選んでつけるはありだなって思いました。え、私こんなもの、こんなものとか言ってた、こんな持ってるキャラか。これ、伊達さん、カバンごと変えた？カバンごと変えた。あれ？伊達は、さっき予告したけど、これに。私はこちらのラメラメで変わっておりませんよ。そして、小物入れとして、こちらの黄色。かわいい。こう、中がね、水色でかわいいんですよ。パコン。あ、ほんとー。中水色でかわいいの。あ、ほんまや、めっちゃ濃いよ。そう。たぶん相当簡単で終わるのよ。そんなデコるものないから。私結構時間かかりそうだけど大丈夫。まずはこのちっちゃいやつからいきます。石っぽい感じだね。なんでこれをこの麻のところにね、ちりばめて、これカバービューティフルデイ。あ、かわいい。あ、
てはね、チェーンを失敗した説があって買い直しですね。マジか、うん、これボンド何でくっつけるの、これ何でくっつける、皆さんこれはボンドじゃないかな、ボンド、うん、ボンドどれ、これなんかね、布に入ってるやつ、ボンドとそれ以外のボンドがあって、これがね、それっぽいんだけどちょっと分かんなかったからお姉さん聞いちゃう方がいいかも。失敗した。失敗したから新しいの買ってくる。残念だ。残念だ。チェーンの長さ全然高級消しゴムに惹かれまくっている。どう高級なんでしょう。わからん。消してみんとわからん。This to this。Which which ブルーとビール。あ、やっぱこれだ。こっちやって。ああ。オッケーオッケーオッケー。それになんか別の何かがある。これに出すんだ。あるからそれやるんだろうね。そう、用事はね、すでに来た。あー、シシあー、オッケー、さすがに。なんて先に配置してからやれってアドバイスしてくれた。あー、シシもう親切に教えてくれる、めっちゃありがてー。じゃあ先に配置してからイメージを考えよう。なんか生き方考える。生き方考えた？私考えてしまう。こうやって海外に来て親切にされる経験をすると、うん、その日本で困ってる外国人さん助けてあげようって思っちゃうんだよ。本当に思う。絶対やろうって思う。自分が海外でしてもらった分ね、返せてるかなって、うん、そうね、思うよね。真剣になりすぎて喋らないけど、喋らない、無言になっちゃう。無言、楽しい。楽しい。え、かわいい。え、かわよ。かわよ。え、かわよ。え、天才のオール。天才。天才扱いされる。え、ミサそれがいい。ミサそれがいい。天使の塊。女の子だなって思うんですけどね。あのボタン類を対策したい。ボタン類？ボタン類。なんかいろんなこういうのを使って。あら、いいらしい。写真まで、基礎解剖を私。さっきね、なんかね、触っちゃダメよみたいな感じだったもんね。全く忘れるって言われて、あ、そうなんだと思ったけど、伊達さんもあの、なんかの教室だって言って、それもすげえ納得だった。けども我々がこうやってここで作るとき使っていいとは全く思わなかった。さあ、これでここに入れます。さあ、あとは可愛くの待っている間に、あ、こんな感じです、はい、こんな感じですよ。なので可愛くの待っている間にそれを作ります。私夢を見て、ミサコとゴマさん、さっき人魚の話でしょ。マジ伏線回収半端なくない？やばいじゃん。ミサコとゴマさんだよ。ミサコとゴマさんがセットで売られてた。クジラに変化したけど。クジラになったけど。演者おらんかったら成り立たんの。まあミサコ一人じゃ成り立たないことは間違いない。そりゃそうだわ。よかった。よかったよ。よくぞ。続けてきた。己を褒めたい。